マスコミがニュースをドラマにしようとしているということで見ていきたいと思います。まずは共同通信なんですが、京都アニメーションの事件でお亡くなりになった方のご家族や親友の皆様へということで、京都アニメーションの作品はたくさんの人に影響をね与えて、それで今回の事件で死者35人という数字だけでは終わらせたくないということで、亡くなった人のこれまでの努力だったり、どのような思いで仕事をしていたのかという話を聞かせてくださいという文章ですね。これはまあ、こちらの文章はですね、耳障りのいい言葉というか、なんか心を動かされる、胸が熱くなるような言葉をね並べているように見えるんですが、まあつまり今回の京都アニメーションの事件で亡くなった人についてもっと深く取り上げたいので取材をさせてくださいということですね。もう亡くなった方のね家族だったりの悲しむ様子を、こういう綺麗なというか耳障りのいい言葉を並べてまでね取材したいというのがね、逆に気持ち悪いですね。この文章にもね、今回の事件、想像するたびに胸が苦しくなり、だからこそ死者35人という数字だけで終わらせたくありませんと書いてるんですが、もう世間はね、すでにもう今回の事件強く刻み込まれているというか、死者35人という数字だけではね、もう終わらないぐらい、すでに悲惨さとかがね、刻み込まれているとは思うんですが、まあ、この共同通信は、やっぱりそういった悲しむ声を実際に聞かないと、数字だけで終わってしまうという考えなんですね。でさらに犠牲者の皆さんの本当の思いを私たちに伝えさせていただけないでしょうかとのことなんですが、もうこれもわかりませんよ。本当の思いを伝えたところでちょっとねアレンジされてというか、ドラマ仕立てにいい感じにアレンジされて伝えられるかもしれない。まあ、もしかしたらこの共同通信の文章を読んで遺族の方で自分の今のこの気持ちを世間の人にも知ってほしいという人がいるかもしれないんで、そういう人の思いをアレンジせずにね伝えてほしいという共同通信の文章でした。他にもですね、ドラマが好きなマスコミがいまして、それが朝日新聞なんですが、高校野球の記事でですね、失明した兄、なんで俺なんだ、決意の弟は同じ野球部へ、というタイトルの記事をね、朝日新聞が公開したそうなんですが、これはどうやらお兄ちゃんが目にボールが当たって失明してしまった。で、弟が兄と同じユニフォームを着て甲子園に行くと誓ったというね、記事らしいんですが、このタイトルにあるなんで俺なんだと言った兄の方がですね、ツイッターでなんで俺だなんて言ってないし思ったこともないというふうにね、この発言を否定しているそうなんですね。つまり朝日新聞が兄が言ってもいないことをドラマにしたいがために捏造したんですね。さらにこの兄はですね、ツイッターでこういう記事を見ていい思いをしない奴だっているんだからやめてほしい、書くなら弟の活躍のことだけにしてほしいと胸の内を明かしたそうなんですが、もうこれはね知りたくなかったというか、ツイッターが普及した、 SNS が普及した今だからこそバレてしまう嘘というか、まあ高校野球はね確かに感動するシーンとかもあるんですが、もしかしたら今まで、ね、僕が感動してきた高校野球の特番だったりが実は捏造で嘘だったという可能性もねあるかもしれないという悲しさがね残るニュースですね。これははい、もう高校球児もねガチで野球やってるんでね、もうマスコミもその反則技使わずにねガチで伝えてくれよという思うね話題でした。はい、やっぱりマスコミはねドラマ化が好きなようですね。以上です。